死んでる。何、臓器取られたの？なんか爆弾じゃねえだろうな。大丈夫かよ。何これ。何、イヤホン埋め込まれてんの？聞けってこと？え？どういうこと？何ここ？ちょろ味かせだ。持って帰ろう。こいつ？ターゲットは絶対臓器取られてるよ。違うな、なんだこれ。やけど？びちょびちょしてる。ねちょねちょしてるよ。なんだこれ。皮がやけどてってこと？スネーク怒ってるよ。こいつはもう死んでんの？なんなの？ちょっと待って、もう戦闘態勢でいいだろ、これは。うーわ。なんか中国語流れてね。中華の仕業ということ。わかんねえよ。なんだよ。これ？手切られてない？あ、あるある。まだ死んでないの？大丈夫か、これ。シャバニだ。え、これ何、胸は。ウジ？震えてる。シャバニ、お前の仲間に頼まれた。なんだなんだ、来たぞ。うわ、こいつだよ。ほら、絶対こいつ関係だと思ったもん。なのこいつ、本当に。何すんの？血でも飲むのかな？何もせげねえと、オーバーナトール。撃つ？二度いべ、ケバン。ショットガン、それ何？魔物！静かに、静かにしてくれ。もうやめてくれ。ちょっと黙らせろ。ほら。お前か。お前もここで焼け死ね。あー、もうほらこうなっちゃうんだよ。ほら、何こいつ、もうなんだよこいつ、タイラントじゃん、もうほらほら。あー、もう大変だよこれ。うーわ、水水水水水鉄砲がここで使えるのか、そういうこと。え、何こいつ、止まったよ。どうした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 、何何何何、あいつは何、もう意味がわからんよ。あ、焼け死んだ。動き出した、再起動。
でしょうね。やっべ、トンネルはどこにあんだよ。来るなよ、来るなよ。うわ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 、こいつらもう関係ねえべ。ほんまこのとほら絶対そうなると思ってたもん。してして、早く。どうやって動きなんか封じんの、バカじゃねえ。絶対無理だよ、封じられるわけないじゃん。こちらピーコード、まもなくランディングゾーンに到着する。どこでランディングゾーン。クワイエット撃て。もう君しかいないよ、頼むんですよ。どこにいんのランディングゾーンって。うわっ、何こいつ、やめても。どうすりゃいいんだよ、そんなもん持ってねえよ。え、何これ、どうしたら。あ、沈下した、もう大やけどだよ。いや、支援はもちろん必要なんだけど、足止めもできねえ。早く来て、早く来て、早く来て。いやー、燃えちゃった、燃えちゃった。いや無理だって、どうすりゃいいの。オッケー、よしよし、オッケー、行け行け行け。上昇開始、避難避難避難。え、何それ、どういうこと。ボス、どうした。ボス、それは無理っしょ。逃げ道を塞がれた。ボス、影になるが、ランディングゾーンをあんたの近くに更新する。まず奴の動きを封じてからヘリを呼ぶんだ。分かった。今の攻撃者、足止めが限度か。見つかってんのこれ。分かった、ファイアサポート。このままだと降下中に撃墜されるぞ。ヘリの到着までに奴の動きを封じるんだ。こちらピーコード、ランニングゾーンに到着。メデメデメデ、コード1位だ。うわ、死んだべ。ヘリは無効だ。奴の動きを封じてからヘリを呼んでくれ。ストライク will commence shortly。 見つかってんの、攻撃したんだけど、あっちではない感じだな。あいつどこに行くの、どっかで止まってくんねえかな。なんとか奴の動きを封じてヘリで離脱するんだ。あ、消えちゃった。必要なら連絡してくれ。要線に見つかった。来るぞ。いや、こんなこと言われたってどうしようもねえじゃん。来たよ、あいつ。
かした。クワイエットは奴に見つかったって言われたってどうしようもないじゃん。待って、必要必要必要、どう考えたって必要でしょ。どうすりゃいいの、ファイアサポート違う、ヘリでアタックしてほしい。それしかねえよ、ヘリで攻撃するしかねえ。あとは来るまで走るのみだ。早く来て早く来て、クワイエット、助けて。さら大変、ヘリはヘリ、よし。あれだってさ、これ支援攻撃4だよね。ダメじゃん。あ、もう走れないの。燃えちゃった、さらに。もう厳しいなこれ。違う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 、何やってんの。ほら、そういう一つのミスが命取りになる。来た、もう行って行って行って、ゴー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 、上昇開始。はいはいはい、 OK です。ショップね。あ、なんとかなったなんとかなった。早く逃げようぜ、来てるよ。撃てないの？撃てないの？これ。まあ、撃ってくるよ、撃ってくるよ。大丈夫？黒煙入ってるし、これ被弾してんじゃないの？あっぶねえ、なんとかなったわ。Extraction arrived at mother base. うわぁ、あいつどうしようもねえ。ミッション完了だ、ボス。いや、ミッション失敗だろ。回収も何もできなかったぞ。やけ死ぬし。スカルフェイス。やはり奴はアフリカ。あいつマジややこしい。あんな化け物まで使ってこの地で暗躍している。だがあのゾヤバリアブルは一体何だ、うん、人間の首にはイヤホンが埋め込まれテープから音声が、うん、それにあの胸の症状、油田で見た死体に似ていなかったか。え、なんだ。スカルフェイスはアフリカで何を進めようとしているんだ。人体実験しやがった。身内の音はモニターしてある。これを解析に回して徹底的に調べ上げる。恐ろしいな、死の工場だって最悪だな。シガンヘド、うん、いや恐ろしかったね。炎の男はどうしようもね。すごい被弾したけどね。え、なんか倒れてない。あ、依頼主か。
ダメだった。すまん。すまんかった。ボス、西側の武器業者が CFA の拠点を視察するという噂がある。どうも現地で核開発にも関わっているようだ。俺はそれがサイファーの関係者ではないかと睨んでいる。そうだろう。証拠はないが、スカルフェイスがこの地域の PF を利用して暗躍していることは確かだ。ちょうどその視察に関係する依頼が来ている。端末で確認してくれ。よし、じゃあ今回はここで一回行きます。まあね、炎のとこ次来たらマジどうしよう。ちょっともうあのスカルフェイス関係の団体嫌いなんですけど何なのあれ、もう完全に人間じゃねえじゃん。いや、今までのメタギアのボスキャラもバンプとかあの辺人間じゃなかったとは思うが、さすがに離れすぎてるな。というわけで今回も長い間ご視聴いただきありがとうございました。また次回ですね、メインミッションの方を進めていきたいと思います。じゃあお疲れでした。また。